て最終的に倒れるかっていうと、ちょっと倒れないです。はい、どうもこんにちは。今回のテーマは重心です。重心の位置を求めるということをやっていきたいなと思います。重心って何のことにゃ？はい、重心とは何かと言いますと、重心というのは物体に働く重力の作用点のことを重心と言います。例えばこの棒ありますよね。この棒の重心はどこかっていうと、実験でちょっとやっていきますね。はい、ちょうど今ですね、この棒を支えることができました。この時この棒に働く力っていうのはどうなってるかというと、まずは棒に働く重力ですね。そして指から受ける力、上向きの力があるんですよね。今回棒が静止しているってことは、回転力、力のモーメントを持ってないということですから、働く力がこんな感じになってるんですね。重力と指から受ける力の作用線が一致してるんですね。一致してるからこそ回転力がゼロになってるんですね。なのでこの棒の場合、重心、重力の作用点というのはちょうどここになってますよということがわかるんですよね。他にも重心の求め方っていうのがあってですね、例えば長い棒で考えていきましょう。長い棒で今考えてあげると、ちょっとこっちが太くてですね、こっちが細くなって、こっちにはちょっと重りがあったりとかするので、重心位置がどこになるかっていうのがわからないんですけども、この場合どうやって求めることができるかっていうと、両端ですね、両端に指を置いてあげて、指で支えてあげて、その指を近づけてあげるんですね。近づけてあげると、片方の指が動いているときは片方の指は止まってるんですけども、それを繰り返してですね、ずっとお互い近づいていくんですよね。近づいていって、近づいていって、最終的に倒れるかっていうと、実は倒れないんです。はい、こんな感じで必ず重心で指がくっつくんですね。2つの指がくっつくんです。なのでちょうど今、ここが重心になってるんですね。はい、こんな感じですね。こんな感じでやはりここが重心になったので、手で支えることができるんですね。なので2つの指をね、端っこから、両端から近づけてあげると、こうやって重心を求めることができるということなんですね。はい、今回の重心の求め方はこういうやり方ではないんですが、今まで学習した力のモーメントを使って今回は求めていきたいなと思います。それではやっていきましょう。はい、それではやっていきましょう。今2つ物体があってですね、質量が M1、M2 です。で、それぞれ X1 っていう座標の位置にありました。X2 っていう座標の位置にありました。この2つの物体の重心位置を考えていきましょうという問題なんですね。じゃあ重心位置どこかってことで、求め方っていうのは2通りあるんですよね。前回の動画、こちらで力の合成っていうのをやったんですけども、その力の合成を使うやり方と、あとは質量の逆比、これを使ってやっていくっていうことができるんですね。で、2通りちょっとやっていきたいなと思います。はい、じゃあまず力の合成からやっていきたいんですけども、まず重心位置ですね、ざっと考えてですね、どこにあるかというと、やっぱり真ん中ら辺ですよね。だからここら辺にどっか重心があるのかなっていうことをちょっと考えてみてください。なので適当に置いていきます。はい、まあ重心がここかなっていうふうに考えていきましょう。じゃあここでちょっと考えていきたいんですが、重心っていうのは重力の作用点ですよね。なので M1G、M2G、それぞれの重力の作用点はもちろんこの物体の中心、それぞれの物体の中心にあるんですね。ちょっと書いていきます。さあ、今やりたいのは何かというと、この2つの物体を1つの物体と見なした時の重心位置がどこになっているかということなんですね。じゃあ2つの物体を1つにまとめるということですから、力を合成することと一緒ですよね。なので M1、M2G の力を合成した時に、その合成した重力の作用点がもちろんこの2物体の重心、ここ XG と置いたんですけども、ここが作用点、重心になってますよということなんですね。はい、じゃあ合成した重力書いていきます。こちらです。はい、よろしいですかね。あとは力を合成して同じ向きだったので足して合力を求めたので、あとは回転力、力のモーメントも変わっちゃいけないですよねっていうことでしたよね。はい、じゃあ今視点ですね、回転の軸を点 O として考えていきたいなと思います。ちょっと場所位置合わせておきましょうか。ここで考えていきましょう。はい、ではやっていきましょう。今視点ですね、回転の軸をここにしました。じゃあそれぞれですね、まだ合成する前の M1、M2 それぞれの重力のモーメントで考えてあげると、 M1G が時計回りですね。時計回りの回転力、力のモーメントを持っていて、M1G× 腕の長さ、X1 ですね。M1G×X1。はい。では M2G もやっていきましょう。M2G も一緒ですよね。回転の軸が左側で、右側で下向きの力を加えてますから、時計回りですね。M2G× 腕の長さはちょうど X2 になってますから、力のモーメントは M2G×X2。じゃあそれを合力としてまとめた M1+M2G で考えてあげると、力の大きさがこれですね、 M1+M2G で、腕の長さが、支点がここですから XG になってますよと。力モーメントはなので M1+M2G×XG ですね。
じゃあこれね、両辺に全部 G がかかってますから G を消すことができて、はい、XG 重心位置を求めてあげると M1 たす M2 分の M1X1 たす M2X2 で表すことができますよということなんですね。まあ、これ重心座標と言ってます。なので前回のね、こちらの動画、力の合成のところでやっていきましたから、今回はね、簡単にできたと思うんですけども、まあ、こうやって重心座標を簡単に計算することができます。なので覚えるまでもないかもしれませんが、まあ、これよく使いますので、もう覚えといた方が早いかなと思います。ぜひ覚えてください。はい、じゃああとは質量の逆比、これを使って考えていきましょう。ちょっと簡単な例からちょっと説明していきたいんですが、こちら、まず見ていきましょう。はい、ではこの例でちょっと考えていきたいんですけども、質量スモール M の物体と質量 3M の物体、まあ、質量比が1対3になってますよと、この2つの物体があって、この2つの重心位置、2つの物体の重心位置を求めていきたいということなんですけど、真ん中ではないですよね。だって右側の方が重たいので、なので重心位置はちょっと右に寄るのかなっていうところになってくるかなと思います。じゃあ右に寄ってくるんだけども、質量比から考えてあげると何対何に分割されるところかっていうと、こちらですよね。はい、よろしいですかね。やや右寄りになって、まあ、質量比が関係してくるということから考えてあげると、こっちの方が短くなってますかね。なので3対1、質量の逆比になってますよと。こっちが1対3、質量比でいうとね1対3になってるんですけど、この長さの比でいうと3対1、質量の逆比になってますよということなんですね。じゃあこれも同じように考えていきましょう。質量比が M1 対 M2 になってますから、ここ対ここがいくらになってるかというと逆比になっているということですね。はい、よろしいですかね。質量逆比になってますか。 M2 対 M1 ですね。で、今回はちょっと説明は省かしてもらいますが、数学のこの内分点の公式、これ使っていきましょう。数学の内分点の公式を使ってあげると M2 対 M1 になってますから、分母が M1 たす M2、 分子が M1X1、 M2X2 ですね。たすきがけで掛け算してあげるんですね。比のところと実際の位置のところをたすきがけで掛け算してあげるというのが分子のところですね。数学の内分点の公式を使ってあげると、さっきと同じような重心座標がもちろんね同じ値になるんですけども出てくるということなんですね。なので内分点で考えてくれてもいいですし、重心座標モーメントを使って求めてくれてもいいです。まあ、モーメントの方が個人的にはね簡単かなとは思います。はい、ではこれらの知識を使って次はこのくり抜き物体ですね。普通の円形物体じゃなくて、その中から円をくり抜いた物体、これの重心を求めていくってことをやっていきましょう。はい、ではくり抜き物体の重心求めていきましょう。正直難しいですよね。初見でこれ解くってなるとなかなか難しいですよね。普通の円だったらこのど真ん中ですね、中心のところが重心になってるってことはわかるんですけども、このいびつな物体をどう考えてあげたらいいのかってちょっと悩ましいところなんですね。ただ上下に対称性がありますからね、ここですね、真ん中から考えてあげると上と下で全く同じ形をしていますから、まあ、中央線のどっかには重心があるのかなってことはわかるかなと思います。はい、よろしいですかね。この点線上、中央線のどっかにあって、まあちょっと左側の方が重たそうだから、中心よりは左側にちょっとずれるのかなっていうところで、まあ適当にここら辺ね重心かなってことで、ちょっとそれぐらいの想像はできるかなと思います。はい、じゃあこの時のこの重心を求めていきたいんですけど、まあここからどう頑張ってもねできないんですよね。ただ最初に言ったんですけど、円だったらできるんですね。くり抜かれてなくて普通の円だったらできるので、ちょっと無理やり円を作っていきましょう。なのでここもともと円があったんですけど、これくり抜かれてるんですけども、これをちょっと元に戻していきましょう。くり抜かれた円を元に戻して、ちゃんとした円をもう一回作っていきます。はい、こんな感じですね。くり抜かれた物体をここにまたはめてあげると、ちゃんとした円に戻ってくるんですね。ちゃんとした円になると重心位置がわかるんですね。ど真ん中でしたね。はい、でこのちゃんとした円ができてるんですけども、この2物体の重心がもちろんど真ん中であることは分かってるんですけど、それを別々の物体が2つまとまったとして考えてあげたいんですよね。じゃあこいつですね、この外側ですね、大きい方の重心はどこにあるかっていうと、それは分からなかったんだけども、ちょっと中心から左にずれたとこですよと。はい、じゃあ次、くり抜かれたやつ見ていきましょうか。くり抜かれたやつを見てあげると、もちろんこれ円形ができてますから真ん中が重心になってますよと。はい、じゃあいけますか。なのでこの外側ですね、外側の重力とこのくり抜かれた物体の重力を合成してあげたら、その重力の作用点はこのど真ん中、これが完成したわけですかね。赤のとこになってるよね。まあ、この考え方からやっていきましょう。じゃあ今円盤をね、今上から見てる図になってるんですけども、ちょっと横から見た図に直してですね、ちょっと問題解いていきたいなと思います。はい、では横から見た図でちょっと考えていきたいんですけども、重心の求め方2つあるんですけども、今回はね逆比使った方が早いんですけど、まあこっちからね順番通りやっていきたいなと思います。はい、まずは重力書いてあげて合成してあげて、
で考えてあげましょうということですね。なのでこっちですね、外側の物体の重力の大きさを求めるためには質量を求めていかなきゃいけないですね。こっちも一緒ですね。こいつも質量を求めていかなきゃいけませんから、まず質量を求めていきたいんですけども、質量今回与えられてないんですね。なのでこのちっちゃい方ですね、ちっちゃい方の質量を M としておきましょう、はい、M としてあげると重力の大きさいくらになってるかというと、もちろん MG ですよね、はい、なのでここで MG という力が働いてますよと、はい、では続いてこの外側いきましょう。外側の質量がいくらになってるかってことなんですけども、今回そうですね、面積が分かればいいですね。面積比からこの質量比も出てきますからね。でまず外側なんですけど、外側の半径が R なんですよね。じゃあちっちゃい方の円の直径がこの R、 半径 R になってるんですね。なのでちっちゃい円の半径がちょうど2分の R になってますから、この面積はいくらになってるかというと πr の2乗使ってあげたいので、 π×2分の R の2乗になってるんですね。はい、では同じようにこっちも考えていきましょう。こっち側の面積もこれ直接計算できないんですけど、全体ですね、くり抜かれた物体も入れて考えてあげると、面積がいくらになってるかというと πr の2乗ですね。そこからこれくり抜いたやつが引いてあげたら、面積、この部分の残った部分の面積が出てきますかね。だから面積いくらになっているかというと4分の 3πr の2乗ですね。はい、よろしいでしょうか。なので面積比は4分の πr の2乗と4分の 3πr の2乗ですから、1対3になってるんですね。なのでこっちの質量を M としてあげると、こっちですね、外側の質量は3倍の 3m になってますよと。はい、じゃあよろしいですかね。質量が 3m なので重力が 3mg になってますよと。じゃあこの2つを合わせた元々の円盤の質量はいくらになっているかというと、 3m 足す m になってますから 4m ですね。なので重力の大きさは 4mg ですね。はい、よろしいですかね。なのでこれで全く同じ図ができましたよね。ちょっと色は違って書いてますけども、この 1g と 2g を足したらこれになりました。 3mg と mg を足したら 4mg になりました。でその時位置座標をちゃんと与えてたんですね。今回も位置座標をちゃんと与えて見ていきましょう。でちょっとね、簡単な計算にするために中心を0とした X 軸を設定していきたいなと思います。はい、では中心を0とした X 軸設定したいんですけども、 3mg のところ、この重心の位置はちょっとどこか分かんなかったので適当に位置 X としておきましょう。はい、それでは青色 MG の方を見ていきましょう。この物体の重心はど真ん中にあるわけですから、中心ですよね。なのでこのど真ん中のところですから、この R の半分のところ、中心この真ん中のところから2分の R 右にずれたところですよと。なので0のところから2分の R ずれたところですね。はい、よろしいですかね。なのでまあ力のモーメントが一緒ですよっていうふうに考えて解いてあげてもいいですし、まあせっかくですからね、重心座標、この公式を今求めましたから、これ使って考えていきましょう。重心座標の公式に代入して計算していきます。はい、では計算してあげるとこんな感じですね。2物体を2つまとめた重心位置が0になってるんですね。重心座標 XG が0になってますよと。で M1 と M2、 左側を 3M、 M2 の方を M として考えました。なので 3M 足す M で分子見てあげると、 M1X1 3M×X ですね。はい、M2 の方を見てあげると M×2分の R ですね。はい、これ計算してあげると X がマイナス6分の R と出てくるということなんですね。はい、なので重心座標の公式をね、こうやって使っても出てきますし、その1個手前のね、力のモーメントが等しくなってますよっていう式からももちろん出てきます。はい、ではこのやり方はちょっとね、めんどくさいやり方になるんですけども、こっち逆比使ってやっていきましょう。質量が2つ分かってたら、ここが逆比になるってことが分かってますかね。それ使ってちょっと考えていきたいなと思います。なので今回 3m 対 m になってるんですね。この2つの2物体重心があってですね、その逆比、 3m と m の逆比のところにちょうど重心ができてますよということなんですね。なのでこの 3m と m ですから、中心ではなくて、ちょっと 3m がこっち側、左側にちょっと重心が寄ってますよねということで、こっち側が1、こっち側が3の逆比になってるということでしたね。はい、よろしいですかね。はい、なので辺の比3のところがちょうど2分の r になってるんですよね。じゃあ辺の比1のところっていくらですか。3のところが2分の R ですから、辺の比1のところは3分の1倍してあげたらいいので、6分の R と出てきますよね。なので中心ですね、この0のところから左に6分の R いったところになりますから、同じ答えになってくるということですね。なのでこっちの方が早かったですね。質量の逆比を使って 3m 対 m ですね、 m 対3、1対3になりますよを使ってあげると早いということだったんですね。なので適宜ね、状況に応じて使い分けてくれたらなと思います。はい、それでは最後の問題やっていきましょう。最後の問題は何かというと、
この大きさが均等じゃないんですよね。ちょっとこっちに偏りがあるので真ん中よりもちょっと右側に重心が寄ってますよと。この時の重心位置どうやって求めましょうかということで、まあ、ああだこうだやっていくと重心位置が計算できますよ。じゃあ重心位置どこですかっていう問題になってるんですね。一応問題文ここでね書いてある通りになるんですけども、どうやって重心位置を求めていくかというと、まずですね A にですね糸かなんかくっつけてあげて、鉛直上向きに A を上向きに引っ張ってあげましょうと。で力をだんだん大きくしていくと浮く時があるんですね。その浮く時の力の大きさが F1 でしたと。同じように B にも糸くっつけてあげて、鉛直上向きに力を加えてあげると力をだんだん大きくしていくと、まあ、B が浮き上がりましたと。その浮く時の力の大きさが F2 でしたよということなんですね。でそこから例えばこの質量 M であったりとか重力の1っていうのが分かりますよということになるんですよね。はい、じゃあまず A に力加えて浮く時ってですね、その時はどうなっているのかっていうのをちょっと見ていきましょう。この問題はですねこちらの倒れる条件でもやったんですけども、そっちとねほんとほんど同じ問題になってますから、こちらの動画もねちょっとしっかり見てくれたらなと思います。はい、それでは A に力を加えて浮く寸前ですね、浮く寸前どういう力になっているのかっていうのをちょっと書いていきましょう。こちらです。はい、よろしいですかね。働く力はこういう形になってますね。今浮く寸前で書いてますから、触れているところがこの角 B のところだけなんですよね。なので垂直抗力の作用点がこの状態だとね、どこに作用点がなってるかっていうのがわからないんですけども、浮く寸前で考えてあげるとこの B の角のところしか触れてませんから、垂直抗力の作用点がこの角になってますよということなんですね。はい、で今回重力も書いてるんですけども、重力の作用点はこれわからないので右からの距離 X としておきましょう。はい、じゃあよろしいですかね。じゃあ倒れる寸前で力のモーメントが崩れる直前ですよね。ここが回転の軸になってますから、時計回りですね、時計回りのモーメントが勝つ寸前なんですけど、まあほぼ等しい、その時はまあ等しくなってるとして考えてあげましょう。こちらです。はい、ではよろしいですかね。一応浮く寸前で考えてあげると、ここが触れてますかね、これが回転の軸になってますかね。 MG はこっち回りですね、反時計回りに回転させようとしますね。 F1 は時計回りに回転させようとしている。で浮く寸前で考えてますから、まあ、この後ね反時計回りのモーメントが勝たなきゃいけないんですけど、まあ今寸前でイコールだと考えてあげましょうと。はい、なので F1L イコール MGX ですね。それぞれの力モーメントの値ですね、 F1 が腕の長さが L ですか、 F1×L、 MG が腕の長さが X になってますからね。だからここから関係式がまず一つ出てきますよということですね。なのでもし重力の値が与えられていたら、これ作用点がね X が MG 分の F1L っていうふうに出てくるんですけども、まあ、重力も与えられてない時もありますのでちょっと見ていきましょう。はい、じゃあ次ですね、 B に力を加えて F2 になった時に浮き始めたっていうことですから、また同じように力がかけるんですよね。で力がかけたら浮く寸前、力のモーメントが等しくなってますよということから、また関係式を出せるんですよね。はい、ちょっと自分でできると思いますので、ちょっと自分でやってみてください。どうぞ。はい、よろしいですかね。できましたか。大丈夫ですかね。はい、今回も B に力を加えて浮き始めたってことを言ってますから、 A の角だけが触れてますよということなんですね。なので垂直抗力の作用点はどこになってるかわからなかったんだけども、浮く寸前で考えてあげると垂直抗力の作用点ここになってますよと。さっきとねちょっと違う値になってるかもしれませんから N' としておきました。はい、じゃあ上向きに F2 っていう力を加えていて、重力の作用点はさっきと変わらないですよね。だからこの距離がさっきと同じで X になってますよと。はい、よろしいですかね。はい、じゃあ力のモーメントから計算していきましょう。時計回りと反時計回りですね、浮く寸前なので、まあ、等しくなってると考えてあげましょうと。はい、じゃあまず反時計回りですね、 F2 が持っているモーメントっていうのは F2× 腕の長さ、棒の長さですから L ですね、 F2×L。はい、重力が持っているモーメントは先ほどはね MG×X だったんですけども、回転の軸こっちになりましたかね、こう浮いてますか、こう回転してると考えられますからね。はい、なので視点軸からの距離はいくらになっているかというと、 L から X 引いた分ですから L-X ですね。はい、なので MG 力かける腕の長さが L-X になってますよということですね。はい、これもさっきと同じように、もし重力 MG が与えられているのであれば、ここから X の値を計算できるんですけども、まあ、重力の値がね与えられてない場合もありますから、まあ、それもねちょっと見ていきたいなと思います。はい、じゃあこの2つの式ですね、辺辺足していきましょう。1式2式を足していくと、ちょっとこっちが MGX でこっちがマイナス MGX になりますから、 X の項が全部消えちゃうんですよね。はい、なので F1 足す F2 カッコ L ですね、共通因数 Lイコール MG の L だけが残ってくるんですよね。はい、なので L が両辺消えてですね、 F1 たす F2 が MG ってなってますから、重力の大きさ重さが F1 たす F2 になっているということがまず分かってくるんですね。はい、じゃあ重力の大きさが今分かったら、ここですね一式に代入してあげたらいいですね。
重力の値が与えられてない場合は mg がこの値だってことが分かりますから、こっからここに代入してあげると作用点ですね、重力の作用点、重心の位置もこうやって計算できるということなんですよね。はい、では最後まとめ入っていきたいなと思います。今回は重心の位置を求めるということをやっていきました。重心の位置を求め方っていうのは2通りありましたね。まず1つは力のモーメントから計算してあげるということでした。そこから重心座標の公式も出せました。だから重心座標の公式を使ってくれてもいいです。でもう1つですね、もう1つは質量の逆比が重心の位置になっているということを使って、そこから考えてあげたらいいですよということでしたね。で最後にやったこの問題っていうのはそれとは全く関係ない、これだけのための問題になってますから、まあね、これもちょっとできるようになっておいてほしいなと思います。まあ教科書によくある問題なので、ね、一応取り扱わさせてもらいました。物理ができるようになるためには経験値が絶対必要です。たくさんの問題を解きましょう。私のホームページ概要欄にリンクを貼っていますので、そちらから問題ダウンロードしてたくさん問題をやってみてください。公式 LINE では確認テストをすることができます。この動画が良かったなって人はぜひ高評価、いいねとチャンネル登録よろしくお願いします。それでは最後まで聞いていただいてありがとうございました。